はい、どうも皆さんこんにちは。私キノと申します。それではウィッチズハート続きからやっていきましょう。ストーリーの選択から始まりますね。まあこの3つ今までやってきましたけど、どれも衝撃のラストで終わりましたね。ではいよいよ4つ目、このルージュが私に会ってもいいと言いますので、そこからやっていきたいと思います。屋敷の謎と幻想世界でよろしいでしょうか。いきます。ああ、とうとう笑顔だ。前回でその一応ノエルさんはパトリシアちゃんと同一人物だということが発覚しましたからね。まあこのチュートリアルはいいでしょう。これでノエルさんの謎もわかるわけですね。緊張してきた。ねえクレア、もしも何でも願いが叶うとしたらどうする？これはパトリシアちゃんかな。ね、私はまずお菓子の家に住みたいな。そしてケーキをホールで食べるの。夢が可愛すぎるやろ。でね、庭に果樹園を作ってお腹が空いたらそこでリンゴを頬張る。夜は紅茶の風呂にバラを浮かべてぬっくぬく。そしてぬいぐるみに囲まれた綿飴のベッドで眠る。めっちゃベタつきそう。え？願いが多すぎるって？1個しか叶えられないんだったら100個に増やしてくださいってお願いを最初にしたらいいんだよ。出た出た、子供的発想だね。いいね。だからパトリシアの願いも叶えてあげるね。優しいな。クレア、君はいつだって僕のヒーローで。ヒロインだったんだ。はあ、こっちの世界にいるんだよな。でも、うん、分かってるよ。状況がどんどん悪くなってることくらい。でも全部うまくいく方法ってないのかな。みんな幸せになれる方法なんてないのかな。夢物語なのかな。ああ、そうだね。僕は本当にバカなんだと思う。なんだか少し疲れた。今はとりあえず休もうと思うよ。これは多分ルージュと喋ってんだろうな。その一番上に座ってる。さあ噂のクレアちゃんに変わりましたけど、最初はあれかな、解決しなきゃいけないやつかな。あー、これは朝眠いって言ってるから夜か。あー、ここからのやりとりは以前見たものと同じ。スキップしましょう。今回のそういう案内役はルージュちゃんなんだね。どうなるか。あー、お風呂ね。はい、来ました、いつも通りのやつ。ということで、じゃあ3つパパパッと願いを叶えてくるので少々お待ちください。まあカットするけど。わっ、待って、すごい、魔法のほうきのおかげでこんなところに行けちゃうようになったよ。で、これで魔法
用のマジカルステッキを装備すれば、おお、行ける場所増えた。この下たまに何か流れ着いてたりするんだよね。あ、ここね、了解。あ、これでちょっといろんなのゲットできんな。人魚の鱗をゲットした。はあ、なるほどね。これなんだ。あ、これ回復の自販機か。まあ月の雫1個ぐらい買っときますか。なるへそ、いいんじゃない。ここにもじゃあ何かがいずれ現れるということで、はい、他にはお、これで5枚揃いましたし、多分これ3つ目の願いですね。本当に用意してきてくださったんですね。迷惑をかけてしまってごめんなさい。助かりました。本当にありがとう。この子は確かあれだよね、なんか溺れて死んじゃったんだよね。なんかこの世の中になんか絶望してかなんかで。よし、これで3つかな。言い終わったね。体が痛いと苦しいと変なことを考えてしまう時があるんです。遠い昔のことを思い出してしまうんです。忘れた方がいいって分かってるんですけどね。痛々しいな、なんか痛々しいやつだな。まあ毎日なんか一回は悪魔たちは昔を、その死んだ時の記憶を思い出さなきゃいけないみたいなのあるらしいですからね。さあ、じゃあ一人一人行く？お、イベントかな？どうも、おはようございます。アーシェさん、元気ですね。こんな時だからこそ元気出していかないと。ほら、クレアさんも口角を上げて。表情を変えると心も元気になりますよ。イエーイ。え、クレアさんどうしたんですか？顔引きつってますよ。いや、私もね、アーシェさんと同意見なんですよ。こんな時こそ元気を出したいんです。でもベッドが変わったせいでしょうか、昨晩あまり眠れなくて。はあ、正直今めっちゃ眠いです。ありゃりゃ、まあいろいろありましたし、安心して眠る方が難しいですよね。それじゃ思い切って寝たらどうでしょうか。え、でも大丈夫ですよ、ノエルさんだって今寝てますし、何かあれば私が起こしますから。ありがとうございます、考えておきます。はあ、寝不足なのね。結構なんか図太い神経で眠っているのかと思いきや。あー、ウィラルドさんは何も特に、いや、話をしてくれないと。残念だ。あ、勝手に動いてる。はぁ、なんだか眠いです。起きたばかりなのに。すげえ、Go to bed になってる。いろんな人の話を聞いたらどうかしら。一回じゃあ、シリウスの家に、いいじゃないわ、シリウスの部屋に行ってから眠りましょうかね。どうせだったらちょっと気になるので。
あでも別に何かイベントがあるわけではないのか。じゃあ寝ましょうかね。はい、ちょっとだけ仮眠。ちょっとだけちょびっと、ほんのちょっと寝ましょうかね。今から？そう、まあいいわ。おやすみなさい。おやすみなさい。まあ仮眠ですからね、多少はね。すやーすやーって言って寝ないってめっちゃジゼルちゃん退屈そう。レアさん、グレアさん、もうお昼ですよ。やっぱり疲れてたみたいですね。そっとしておいてあげましょうかね。もうお腹いっぱいです。能天気なやつやな。じゃあ結局どれぐらい寝たんだろうね。お昼の段階で寝てるんだもんね。起きたら夕方説。さあ、前回感動的なラストを迎えたシリウスですけど、昨夜、下町の者と名乗る男が突然僕に声をかけてきた。彼の名前はノエル。12年前にこの屋敷にやってきた客人だった。12年前に来てたんだ。え？じゃあ君があの時の泣き虫チビの。ここで明かしたんだ。覚えててくれたんだ。いや、覚えるも何も。だってあの子確か、女の子だったもんね。ああ、言いたいことはいろいろあるだろうけど、とりあえず飲み込んでくれると嬉しいな。飲み込めねえよ。しかし、本当に誰だかわからなかったよ。背伸びたね。腹立つくらいにさ。そこなんだ。気になるならかがもうか。待って、そっちの方が嫌なやつやろ。怒るよ。で、本題なんだけど。ああ、ドロシー様の話ね。いや、あれは嘘だよ。そう言わないと君は聞いてくれないと思ったからね。はあ？食堂で会った女性のことは覚えているかい？じゃあ、ってことはやっぱり。ああ、お察しの通り、彼女は本当にクレアだよ。クレア・エルフォード。あの女がこの屋敷を出て行ったのも、同じく12年前のことだった。実はね、彼女には昔の記憶がない。僕のことも、君のことも、ドロシーさんのことも、全部、忘れているんだ。忘れただって？いや、僕のことはどうだっていい。あの女、ドロシー様のことも忘れた？お願いだよ、シリウス。クレアには本当のことを話さないでいてくれるかい？彼女は嘘をつくのが下手だから。彼女の正体がバレてしまったらきっと殺される。ノエル君は次から次へと突拍子もないことを言い始めた。殺されるってどういうことだい？一体誰に？本当のことは知らない方がいい。
何も知らず、この屋敷から出て行ってもらえたら、それが一番いい。勝手なことを頼んでいるのは分かってる。だけどお願い、できるだけクレアのことをサポートしてあげて。サポートね。シリウス、何も知らなすぎでしょ。なんだそりゃ。サポート、つまり僕がクレア君を手助け、支えるってこと？いや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 、そういうの必要なタイプじゃないだろう、あの女は。まあね。だってさ、化け物だって軽く足蹴りにしてたし、とにかくご飯はもりもり食べるし、今朝なんて硬い瓶の蓋を余裕で開けてるのを見た。その瓶の話必要？あんなゴリラみたいな女にサポートが必要だとは思えないけどね。まあ確かに。っていうかむしろ、僕のような人間こそサポートが必要だと思うんだけど。かわいそう。シリウスさん、昼食ができたのでぼちぼち食堂に来てください。ああわかった、すぐ行くよ。この昼食にクレアちゃんはじゃあいないのかな、もしかして。いないね。3人分しかないね。とんかつかな。あれ、二人しかいないのかい？クレアさんもぐっすりお休みみたいでして。はぁ？こんな時に何をのんきな。まあまあ、お疲れだったみたいですし、ゆっくり寝かせてあげてくださいよ。それに、なんか寝不足っぽかったですしね。枕が変わったら寝られないタイプなんですかね。そんな繊細そうには見えなかったけどね。ま、ノエルも寝てるし、別にいいんじゃないか。ああ、そうだったね。ノエル君も寝てたんだった。ほんと、寝るタイミングまで一緒なんて、相変わらず仲がいいというかなんというか、おい！言っちゃダメだ、それは！え？あいつらって仲良かったっけ？いや、ダメ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 、もう察しいいんだからやめてほしい。あー、いや、こっちの話だよ。なんでもない。めっちゃ気になっちゃうじゃん、あいつ、ウィラルド。そう、遠い昔。まだ僕とクレア君が、この屋敷で一緒に暮らしていた頃、ノエル君は、この屋敷にやってきた。パトリシアちゃんとしてね。誰だい？そいつは。河原で泣いているのを見つけたの。パトリシアちゃんって言うんだ。かわいいな。あの頃彼は、ノエルではなく、パトリシアと名乗っていた。そしてなぜか、女の子の格好をしていたのだ。ドロシー様がさ、あまりここに他人を入れない方がいいって言ってたの、覚えてないのかい？ああ、そういえばそんなこと言ってたような。あの、私、邪魔だったら帰ります。ああ、いいのいいの。おばあちゃんには私から言っとくから。前もこういうことあったけど、普通に許してもらえたし。本当に？本当本当。君さ、本当にいい加減だよね。あれってさ、多分怪しい大人を中に入れちゃダメってことでしょ？私だって知らないおじさんに
お嬢ちゃん飴あげるからさって言われたら普通に断るよ。でもパトリシアは違う。とってもいい子だもん、私みたいに。あ、いい子。おやつは一日一個までの約束破る子のどこがいい子なんだか。かわいい。それは。あの、私は置いといて、クレアは本当にいい子だよ。君もそこで張り合わなくていいから。かわいいな。子供自体みんなかわいいな。それから、来る日も来る日もあの二人は、朝起きたら家を飛び出して、お互いに会いに行き、日が沈んで家に帰るまで、飽きもせずにずーっと一緒にいた。そしてそれに、僕もよく巻き込まれたんだっけ。シリウスくん、かくれんぼしよう。しようよ。しようしよう。ああ、もうなんなんだい。鬱陶しい。ほら、じゃーんけん。え？ここでセーブになるの？めっちゃ先気になるなぁ。負けた。というか、なぜ僕は手を出してしまったんだ。くそ、この手が恨めしい。こうなったら仕方がない。二人を探すしかないね。かくれんぼの始まり。なるほど。制限時間内に二人を見つけてください。それではスタート。こういうところではない。ここは？いない。ここでもない。ここでもない。ここでも？ここでもない。あと一人。どこだ？猿かよ。いた。ああ、バレたか。しゃあ、なんとか一発クリアでしたね。僕の勝ち、君たちの負け。ってことで、終わり終わり。負けちゃった。ってことで、僕は帰るから。あとはいつもみたいに二人で遊んでなよ。そっか。また遊んでね。遊んでね。遊びに誘われると僕は決まっていっつも嫌な顔をするのに、二人は懲りずに何度も何度も誘ってきたっけ。正直僕はそんな彼らが少し苦手だったけれど、クレア君もパトリシアも悪い奴だとは思ってなかったよ。まあ純粋だよね。完全に悪いやつじゃないね。あー、戻ってきたね、ノエルちゃん。ノエルの秘密知りたいなー。え？僕が幼い頃、母が首を吊った。彼女はとても美しい人だった。とても優しい人だった。みんなから愛されていた。なのになぜこんな最後を選んだのだろう。僕には分からなかった。
あの日までは。すべての真相が分かった。母を自殺に追いやったのは、だった。僕は信じられなかった。恐ろしかった。が、怖かった。だから、僕は逃げた。必死に逃げた。ここから少しでも遠くへ行きたかった。それが、すべての始まりだった。僕は逃げたかった。でも、逃げられなかった。捕まった。捕まった。捕まった。僕の大切なものをみんな奪っていった。何があったんだ、気になる。ノエル君の過去。起きてたんですか、ノエルさん。クレア。うん、今起きたところだよ。どうにも朝に弱くてね。実は私も今の今まで寝てたんですよ。そうなのかい？はい、朝は起きれたんですけどね。朝食を食べて横になったらそのまま。わかるよ、そういう時もあるよね。ところでさ、僕が寝ている間に何かあったりしたかい？何か、そうですね。昼間寝ていた間のことはわかりませんが。あ、そうだ。私ね、明け方に巨大な化け物を見たんです。巨大な？はい。大きな肉塊の中に、キョロリとした目玉のたくさんついた、とても気味の悪い化け物です。そうかい。それは恐ろしいね。きっと、怖かっただろう？大丈夫だったかい？ええ、私は大丈夫です。特に何もされませんでしたから。でも、次会ったらどうなるかわかりません。ノエルさんも気をつけてくださいね。わかったよ。もちろん気をつける。教えてくれてありがとう。ノエルさん、もしかして疲れてますか？え、そう見えるかい？あー、なんでだろうか。寝すぎたせいかな。でも、大丈夫だよ。なんでもないから。心配してくれて、ありがとう。いえいえ、無理はしないでくださいね。あ、私そろそろ夕飯の支度に行かないと。それではノエルさん、また後で。うん。ご飯楽しみにしてるね。ニコッとして、ニコッとして終わったね。ノエル君は肉塊についてはあんまり反応がなかったな。いやいや、そこにいるのはノエルさんじゃありませんか。アーシュ、おはよう。いや、こんばんはだね。はい、こんばんは。そういえば私、ノエルさんに聞きたいことがあったんですよね。なんだい？ノエルさんは、魔女の心ってご存知ですか？有名な絵本だよね。それくらいはさすがに知ってるよ。あ、いいえ。
絵本ではない方の魔女の心です。絵本ではない方の、申し訳ないけれど言っている意味がよくわからないな。ごめんね。いえいえ、そうですか。わかりました。ありがとうございます。聞きたいことはそれだけです。お時間を取らせてしまい申し訳ありません。それでは私はこれで。これは何のための確認かというと、ライバルなのかライバルではないかということですかね。まあノエルさんは知ってるでしょうね、本当は。演技派やな。お、夕飯作るのか。なるほどね。初日はハンバーグだったっけ？ですよね。ちょっと今回も S ランクで行きたいんで頑張りますよ。はい、スタート。あー、いい音だな。ハンバーグ食べたくなるな。これはでもキラキラが出るまでちょっと待つみたいな。来た、完璧。このちょっと白い部分があるのが油っぽくて美味しいね。完璧ね。カレーの方がね、前回ね、超悪いランクだったんだよね。店出せるレベル、やったね。まあ、ここは同じ会話だろうから、ちょっと飛ばしつつ、行きましょうかね。評価 S、5000コイン。まあ、このお金もなんか最初の方あんまりいらないかなと思ったけど、まあ、HP 回復の、あれとか変えるから、あった方がいいね。やばいよ。化け物が復活したよ。それも、いつもの化け物だけじゃなく、もっとやばそうなやつまで出てきた。そうですね。いつものやつより大きくて凶暴で手強いやつでしたね。はぁ、わぁ、そんなのが現れたんですか？ま、倒したけどね。ウィラルドさんが。そうなんですか。なあクレア、もしかしたらそいつはお前が朝見たって言ってた化け物かもしれない。え、目玉の化け物倒せちゃうの？ああ確かに、大きくて目玉がたくさんありました。え、目玉がたくさん。じゃあもしかしたらそうなのかもしれませんね。おまけに濁った青色ときた。思い出すだけでも気持ち悪いよ。あー、じゃあ違うな。え、濁った青色？じゃあ違うのかもしれません。つまり青色ではなかったということですか？はい、どちらかといえば赤色でしたね。っていうかさ、こんな大事な時にノエル君もクレア君もずーっと寝てたよね。まったく。あはは、ぐっすりでしたね。恥ずかしながら、普段夜間の仕事をしているからどうしても昼間起きられない体になってしまって。まあまあ、それは仕方ないですよ。誰にも迷惑かけているわけじゃないですし、慣れるまではそのままでいいんじゃないですか？ありがとう。そう言ってもらえると助かるよ。何？慣れるまでここにいるつもりなのか。確かに。勘弁してくれよ。それは言えてるな。そういえばアーセさん、もう入浴って済ませましたか？はい、今日もとってもいいお湯でしたよ。じゃ、次私ですね。行ってきまーす。行きましょう。ですよね。これで終わりなんですよね。この後あれかな？また3回回収のやつかな？お願い回収かな？
ですよね。まあじゃあ今回はここまでにいたしましょうかね。ご視聴ありがとうございました。また次回に続きます。